よし。いつも祭りの方で今回33回の夏祭りで朝どめよりも野菜をいただきました。いろんな場面で、余った野菜はですね炊き出しとかで利用させてもらいますので大変ありがたくありがとうございます。関門を短くやります。安倍は来年4月30日、現行天皇明人を大使5月1日に新天皇なる人即位をぶつけ天皇のもとにひれ伏せと51X 命令を潰しに仕掛けています。労働運動や労働組合潰しの天皇制を粉砕し19年、5月、命令を働き方改革労働法制改悪粉砕戦争反対天皇制打倒三立化勝利を掲げて共に戦いましょう。以上です。よしよし、ありがとうございました。続きまして星野の富谷さんを取り戻す実行委員会全国すみません新年学会の方から受け受けます。じゃあ頑張れ。どうもこんにちは。